ね、全くねじ曲げてますよね。台北のね、中学校の同窓会出てくる、あれも僕おかしいと思うんですよね。台北一中ですか、50人のうちの、台湾人は2、3人だという、2人ぐらいだったと。台北一中はそうかもしれないんですよ。しかし台北二中の場合はですね、だいたい、全部で80人ぐらいで、日本人が80人ぐらいで、台湾人がですね6倍ぐらいいたはずですよ。それから、ね、6倍、6倍ぐらい、はい、で全体でね、私中学校のね数見ますとね、だいたい6000と6000いくら、台湾人の方が多いんですよ、数としては。日中の方はですね。いや、全体として、全体として中学のね、日中はもちろん台湾人が多いんですよ。あ、なるほど。それから例えばね、女学校で言いますとね、あそこで非常にこの最高峰と言われていたのが台北の第三工場ですよね、はい、第三工場が大体日本人が80人ぐらいかな、それから台湾人がその9倍ですよ、区は720人ぐらいですね。だから9対1なんですよ。だから圧倒的に台湾人の方がですね、多いわけですね。だからそういう意味で決してね、教育でも僕は差別されてなかったと思うんだけども、そういう日本人の方が圧倒的に多いところだけを出すんですね。そうですね、だからこれはひどいあれですね。おかしいですよ、データの出し方が入って、現実問題としてね、70年代後半でしたかね、台湾の一般の人も日本に来れるようになった、はい、あれ78年ぐらいで、その時にね、私の知り合いなんかみんな日本に来て、まず何をやるかというとね、当時の日本の先生を見つけ出してきて、謝恩会をやる。あ、そうです。でホテルみたいなどこでも借り切ってね、はいはい、みんなお土産を持ってきて、最後にね、仰げば尊しを歌って解散なんですけども ね、 そうですね。これね、今の日本の学校で仰げば尊し大体教えてないじゃないですか。すごくね、その思い出話なんか聞いててもね、非常に感動的なことがあった、それはね、貧乏な小学生がね、中学生でもいいんですけども、弁当持ってこれない、さっきなんか弁当の話なさってたけれども、弁当持ってこれない生徒にはね、先生の奥さんが弁当作って、であんたこれ食べなさいと、まあね、そういう話ばっかりなんですよね。いや、実はですね、今宮坂さんお話を伺ったんですけど、今日は出してませんけども、やっぱり今同じような話をして我々感動したのがあるんですよ。勉強が、ね、できないのに、勉強が できる子だったらと思うんですが、頭のいい子にね、先生がお前は勉強しろと言って、ノートが鉛筆を全部渡してくれて勉強できて、で何か一番で最後は卒業できたっていうね、話をする人いましたね。だからその本当に謝恩会をやってた話が、実は 2.28 公園、あそこの公園でそのたまたま通った人にインタビューしたら、その話をね、女性なんですけどね、もうみんなで毎年こう集まって、先生のと、私ももう年だから日本行けないけども、で先生も亡くなったそうなんですけどね、私がね、今回びっくりしたのは、来る人、日本を褒める人はほとんど小学校の時先生がこうやってくれた、ああやってくれたっていうね、恩師って恩師って言うんですよ。なかなか今最近恩師ってのないけども、これちょっとご紹介しておきますけど、宮崎さんが言ったら本当に今でも、今回取材行った時でもそういうことがね、ありました。ちょっと我々胸が詰まった感じしましたね、お話伺ってね。僕は日本人が偉いと思うのはね、さっき大学の話も出たけども、僕は大学よりもね、小学校を作った方だと思うんですよ、台湾に代わらず朝鮮、それからインドネシア、どこでもまず小学校から作りましたね、そして それだけじゃなくてね、師範学校を作ったことですよね。で、日本人がまず師範やって、それから現地人の師範を指導したと。で、師範学校から小学校を作っていったということは、僕は、これ日本人にはできないことだと思うんですね。そうですね、これもね、よく朝鮮問題で言われますけど、併合前 の朝鮮半島の桃っていうか識字率が 7% ぐらいですかね。それも漢文ばっかり書いてたと、安人公もみんな漢文で書いてたという、ハングルは日本が広めたんですけども、その後終わった後、日程何十年という、40年というか30何年というかですね、これ終わった後が 67% ぐらいですかね、識字率がなってたと、人口が2倍になってたと、朝鮮半島は。こういう事実っていうのはやっぱり理屈をいろいろこねてもね、事実が示してるっていうのはあると思うんですけれどもね、やっぱり今言ったような一つ一つのことを何て言うんですか、
言ってることは事実かもわからないけど本当に隠された大事なことさっき真実とおっしゃってたけど、うん、これを全部隠す切り張りで自分の意図をごまかすってことがあると思うんですけどね。ね、言ってることはね事実が少ないなんですよ。実際はこう、うん、実際こう検証してみると、はい、でついでの話だけど、さっき出てきたの母さん、母さんです。母さんの親父が、はい、歌手徳ってね、拓殖大学の台湾語教師も務めたことがあってですね、はい、でどちらかというとね、当時の一期生なんですね、はい、日本の台湾の教育の。で当時私こう学校の給料を調べてみたら小学校教師が15円だったんですね、15円、はい、で学生も給料はちゃんと払ってる、学生は10円ですね、こう5円しか払わないから、うん、そして昼食付きなんですよ、学生の場合は。そして日本人が台湾に行って、はい、台湾語を勉強してですね、大体 10% ぐらい台湾語はできるだから、で台湾語ができる場合は給料はですね、例えば総督で勤めながら、あるいは警察とかいろんなこう、うん、各職種の、台湾語ができる場合は例えば3円とか5円の給料アップなんですよ、はいはい、だからその当時のこうなんていうかこう給料体制を見る限りはね、差別とかなんとかね、うん、話がおかしいなんですよ、うん、ちゃんとこう全体見ないとダメですね。これ今高先生おっしゃったのは中に出てきました公務員、私も公務員だったけど、うん、私は10円で、確か日本人はね15円とかね、160円ですか、自分が100円で向こうが160円ですか。でもこれは普通考えると出張手当っていうか、そのいわゆる海外赴任手当みたいなね、そういうのもあったんじゃないかっていうね、今おっしゃってた。いや最初から 最初は もちろんいろんな 文化も違うし、経済レベルも違う、もういろんなこういう差別はあるべきなんですよね。ただただ前のこう段階だけ言って、うん、じゃあその後はどうなるかというとね、例えばあれでしょ、うん、第18代目の、総督の長谷川清の時代で、すべての格差をなくしたんですよ。そこはなぜ言わないかということです、政策的には。それは今大事な指摘ですね。朝鮮も大変も同じです、はい、確かにね、財金加工ってついたんですよ、6割、はいはい、でも結局それ昭和19年からね、朝鮮も台湾も全部、うん、現地人にも財金カップつけたんですよ。だから全部一緒になってるんです。その部分言わないんですね。それ大事なことですよね、うん、その前のことだけ言うわけですよ。今でもですね、これはフィリピンの例で、これは実際の例ですけど、フィリピンの日本人学校に行く先生たちは元の給料にプラス ほぼ同額の給料をもらいます。だから何年も例えば日本人学校に行く人は、家を建てると、物価は安いし、それだけ全部貯金できるんで、帰る頃には家を建てる頭金でも何でもそういう元ができるということは今でもあります。これはだから公務員でもね、はい、企業でもそうでしょ、はい、外国に赴任したらね、特別手当に出ますよね、うん、でも当時のね、6割増しだったというけど、これは台湾の人に言わせたらね、当たり前だって言うんですよ。なぜかって言ったらね、台湾人と日本人には全然、例えば生活の仕方が違う、食べるものも違う、うんうん、我々は台湾人はみんなね、慣れてる安い台湾料理を食べてるけど、日本人はね、やはりね、台湾料理なかなか食べられないからね、日本から輸入した高いいろんなものを食べてる、それはね、6割ぐらいね、足したって、それでちょうどね、バランスが取れたぐらいじゃないかと、これ台湾人が言ってますね。それもでもその格差をなくしたっていうのはね、後半ね、その事実をね、やっぱりね、苦しいんですよ、台湾人はカットするんですね。もう一つ大事なのは、当時は日本は法治国家なんですよね、だから憲法は非常に大事だから、例えば台湾をどう経営すればいいかっていうのはね、やっぱり憲法に基づいて、こういろいろこう論争があったから、で当時じゃあ台湾はどうすればいいかというのは文化は違うらしい、経済のレベルも違う、だからわざわざですね、法律第63号というのは、いわゆる独産法というのを作って、でこういわゆる次元立法ですね、で3年経ったらまた改正しなければまた論争になるし、だから法治国家とね、普通のこう今の考えではね、ちょっとこうなかなか測れないところあるんですよ。そういうところは見ないとダメなんですよ。要するに法治国家どういうふうにすれば、全て法に基づいてやらなければ、わざわざですね、台湾を差別する法は作ってないし、そして天皇陛下の一言で、ね、一同人というような当時のこの一子同人というようなね、うん、言葉の重みというのはね、今の人間は分からないんじゃないかと思うんですね。それからね、日本人も随分誤解してるのはね、日本が台湾を移植する以前はね、その台湾は中国の領土だったと大変な誤解されてるんですよ、うんうん、っていうのは当時はね、満州人が
清朝ですよね、はい、これが万里の長城を越えて中国を占領して、はい、ね、そしてあの時韓国は全然差別待遇を受けてるでしょ、うんうんうん、二級市民として中国で、はい、で清朝政府の方はね、皇帝の名前をどう言ってきたかというと、台湾にね対してここはね、明朝の維新というのは、まあ、帝政公から、帝政公はすぐ死にますけどね、はい、息子の。それに対してね、いや、台湾は我々の国じゃないんだからと、うん、あなたたちがね、違いの国というね、なんか、要するに、日本をね、中国をね、攻めてくると、そういう政策を取り下げたらね、うん、取り下げて、例えばその朝鮮とかね、日本みたいに、うん、そういう具合になるんだったらね、それを認めるよと、わざわざ言ってるんですよ。自治を認める、認めるちゃんとね、いや、独立を認める、独立を認めると言ってる、ね、ところがね、それに対してね、その、いや、帝政公ね、まだ子供は小さいからね、その家来たちがね、いや、やっぱり我々のね、その、責務っていうのはね、要するに反抗体力だと、紹介してきた同じことを言ってね、国民党の同じことを言ったんですよ。だからそのためにね、これはね、仕方がないと言って、討伐してね、台湾を平定したんです。なるほど。だからその台湾平定がね、うん、結局日本が台湾と関わる最初でしょ。そうです。だからそれがね、結局日本の教科書なんかでも、結局日本台湾侵略というふうに言うんだけども、ずっと昔なんですがね、昭和40年頃に、共生会さんがね、学生だった頃に、論文書いてるんですよ、台湾事件っていう。昭和40年。で、それを見ますとね、共さんはね、侵略というふうには書かないんですね。あれね、国際政治家なんかの雑誌に出てるんですがね、要するにね、なぜ日本が台湾平定に成功したか、それは結局日本が真摯の気性があったから、それから清朝にはですね、体系的であったからと、そういう見方をしてるんですね。ですから決して侵略じゃなくて、やっぱり真摯の気性になったこの新興国だから、当然これは成功したんだ、それから賠償金ももらった、それから日本の出兵は義務だと言わせた、ところが清朝の方はもう全然台湾を放置して、その気がなかったから、体系的であったから結局負けたんだと、こういうふうにやっぱり見てる。だからもうその頃から共産は何て言いますか、民族主義的なあれがあったんでしょうね、はい、今おっしゃった共生会、はい、共生会さん、彼は民進党政権でこの去年までね、はい、台湾の代表、要するに大衆やってたんですけどね、彼が1959年の暮れに留学生として日本にやってきたんですよ、はいはい、それちょうどたまたまで僕のいる学生下宿に飛び込んできたから、だからちょうど僕まで台湾と付き合い50年になるわけなんですよ。なるほど、ね、昭和40年ですから、その頃、初代の大学院の学生の頃ですね、その論文書かれたの。そうですね、59年だからね、この留学生というのをね、日本人の考える留学生と全然違うんですよ。台湾の当時の留学生っていうのはね、大学が専門学校を卒業して、ほとんど大学卒です、うん、そして兵役を終える、その後ね、留学しに向かって、やっとね、留学できるんだけど、うん、親も誰もね、お金を送ることは許されません、うん、だからみんなね、それでも台湾から逃げ出したいんです。っていうのは台湾にいるとね、いつね、友達がなんかで奨学金批判やったと捕まるとね、みんな拷問を受けて、みんな友人たちも捕まってしまう。だからね、当時彼らはその台湾監獄党と、僕の親しい柿川さんが台湾監獄党という本を出しましたけどね、そういうね、監獄党から逃げ出すためだから、だから台湾でもトップの台湾大学を卒業したそうそうたる連中がね、はい、このサラーレなんかがね、だからね、アメリカに留学した一番多かったのは、アメリカの大学の方はまあ格が上と、いうこともありますけどね、うんうん、アメリカだったらね、アルバイトしながらね、うん、生活できるってことがあったわけです。だから当時サラーライやってね、2日のね、日給ね、2日分でね、台湾のね、公務員なんか会社にやってる親のね、月給と同じだったんですよ。だからね、この留学生をね、その普通の留学生と考えちゃ全然間違うんで、だからね、今許さんなんかもう飛び出してきたらね、台湾に帰る気はありません、彼らは。だからね、独立運動を始めるんです。この独立運動というのもね、勘違いしている人がいる。中国からの独立と思っている人がいるんですよね、うん、中国に占領されてないんだから、支配されてないんだから、中国から独立するわけなんかないってね、あくまでもそうで、日本の敗戦で日本は例えば米軍が占領したけどね、台湾はその
蒋介石に占領させたと、はい、この占領体制以下の独立でね、はい、これをまあ中華民国体制と言ってるんですけどね、まだね今でもあの中華民国憲法がありますからね、この中華民国憲法を廃止しなきゃいかんと、台湾憲法を作るという、台湾の独立というのは言うならね、台湾憲法を制定して中華民国憲法を廃棄する、これがね台湾の独立なんです。決して中国からの独立じゃない、中国は隣の国にすぎない、台湾にとっては。